今年の喜ばしい出来事といえば、38年ぶりに阪神タイガースが日本一になったこと。日本一や。歓喜に沸いた街では大盤振る舞いの大セール。阪神日本一で動いたマネーはいかほどに。がっぽり儲けた人たちに直当たりしまくります。どうぞ。セールと聞いてまず頭に浮かぶのが阪神百貨店。タイガースが日本一に輝いた翌日から5日間のセールを行い、バームクーヘンもトラ、お酒もトラ、そして38年ぶりにちなんだ380万円の高額商品まで登場しました。一体いくら売れたんでしょうか。よろしくお願いいたします。前年に対して、同週同曜日対比で3倍以上売り上げております。3倍。はい、初売りがなんか何回も来たぐらいの感じの、本当におめでたい、感じの売り上げですよね。ありがたいです。380万円の置物みたいなのもあったと思うんですけど、売れましたか。残念ながらあれは売れなかったんですけれど、代わりに食料品とかで3800円の福袋をたくさんご用意したのは飛ぶように売れました。広報さんも嬉しそう。一方、こんな意外なところからも笑いが。やってきたのは滋賀県信楽町。あ、ちょっと見てください。阪神タイガースの格好したタヌキです。虎の胃を狩るタヌキ。物心ついた時からタイガースファンだという店主が20年前から売り出したというタヌキの置物が今年大ヒット。今年はほんまにね、年でルンルンですわ。本当にありがたい。これってことは、これ売ったらその阪神さんに少しそのマージンみたいなのいくんですか。そう、売価の何パーセントかは球団に入るようになっておりますんで。はい。ただ売上が前年比 1.8 倍になったものの、人気すぎて生産が追いつかず、現在予約1ヶ月待ち。生産さえ落ち着いてたら3倍4倍ぐらい売れてたと思うんですけどね。残念に思ってますよ、それは。もっとあったら売れたのにっていうことでね。はい。一方、岡田監督が試合中によく舐めていたパイン飴も話題となりました。パイン飴、今日買って帰ります。今年の世相サンタもしっかりと口にくわえていたパイン飴。売り上げは2倍強となったといいますが、何やら冴えない様子。そうですね、本当に8月、工場でできるキャパはもう本当にもう 100% ぐらい作っているので。パイン疲れしてる感じですか。そうですね、社員全員がもうちょっとだいぶ疲れちゃってますね。はい。現在は新作の開発も止め、社長命令で工場を2交体制にし、パイン飴作りに全力投球しているそう。こんなにパイン飴を作ったことないんじゃないですかね。そんな嬉しい悲鳴は、日本一早くマジックが点灯することで有名な尼崎の商店街でも。セール時は380円の激安サングラスや高額なジュエリーが半額以下と大盤振る舞いでした。でもセールもそんな長くできないんで、はい、こう答えた店のその後を取材すると、店内にはなんとまだ虎柄の激安表示が。もしかしてまだセール続いてますか。まだちょっとセールやってます。これまた赤字になるかも。もちろん赤字ですけどね。3800円相当のサングラスを380円で販売していたメガネ店でも、はい、大損効果。もうそれこそ380本380円で売ったって儲けね、儲けはない。これはもう阪神ファンのためにバーンと行きましたんだ、大赤字で。ただ
意外な御利益があったそうで、いや実はちょっと釣りをしはる方がその308円のこのデザインのこのレンズを使いはってね、3メートルのクジラ釣ったんだって。これ本当本当。泣きも笑いも様々なお金が動いた阪神の日本一、その経済効果は関西の景気を好転させるきっかけになると分析している人もいます。関西テレビです。今言うところの経済の波及効果がですね、1607億円です。なんとあの大谷翔平選手がドジャースと交わした1015億円の契約金を上回る経済効果があるというのです。これがもし来年も続いた場合に消費パターンが変わってくる、賃上げにつながるとかですね、間接的につながっていければですね、例えば何十年経った時にあの時阪神が優勝したよねと、あれが転機であったよねっていうふうな評価を受ける可能性が十分あると思うんですね。阪神タイガースの浮き沈みが日本経済を考える上で一つの指標になるかもしれない。そんな不思議な関係性を独自目線で研究するちょっと濃い人を見つけてしまいました。2012年、この年はね全然大したことなかったんですけども、あの5位やから、その年の終わりにですねドラフト会議がありまして、一番くじを引いて藤波慎太郎を獲得できたわけですよ。そこからアベノミクスが始まったっていうのが私の仮説なんですけど、その他にも2008年、阪神が大失速の末優勝を逃したからリーマンショックは始まったなど、実に面白い分析をするのは建設機械を製造する岡田アイオンの加藤さん。くしくも社名に監督と同じ岡田の文字があるだけあってか、会社の景気とも不思議なつながりを感じていると言います。いや今年ね阪神が日本一になったんですけども、38年ぶりに、まあ、うちの会社はあの過去最高売上利益を更新見込みで、で株価も上場来の最高値を更新いたしまして、2018年なんか過去最高売上最高利益更新してるんですけど、阪神が6位になったら下落するんですよ、うん、いやー阪神ファンって面白いですよね。ただ中にはこんな偶然が重なった会社も。どうもおはようございます。 あれ流行語年間大賞はあれ。なんとタイガースのスローガンあれと同じ名前の会社、正しくは ARE と読み、貴金属などをリサイクルする会社で、あれとは全くの無関係だそうですが、社名を変更したのはリアルにあれが見えてきた7月ということで。寄せてませんか、ちょっとあれに。あれに寄せてないです、全然寄せてないですけど。しかし取材班は阪神戦の合間に流れていた CM を入手していました。ちょっと再生しますね。はいはいはい。 A は朝日、 R は資源、 E は環境、あれでもなく、あーでもない、 ARE。 言ってません今あれって言ってますね寄せてますかね、やっぱりそう思われても仕方のないかもしれません。皆さんからいい名前だねと言っていただくことからも、あの認知度また上がってるのかなというふうに感じましたけどね、はい、人の心そして経済をも大きく動かしたタイガースの日本一。お疲れ様です。来年もあれしてくれることが一番の経済対策なのかもしれません。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。